ヘロデ大王。ヘロデ、紀元、七73年頃引く。紀元前4年は、共和制ローマ末期から、ローマ帝国初期に、ユダヤ地区を統治した、ユダヤ人の王、在位。紀元前37年、紀元前4年である。イスラエルレビ族が、最小として統治した、ハスモンアサを破って、エドム人ヘロデが統治するヘロデ朝を創設、ローマとの協調関係を構築した。 エルサレム神殿の大改築を含む多くの建築物を残した。だが、猜疑心が強く、身内を含む多くの人間を殺害した。息子たちと区別して、ヘロで大王とも言われる。古代ユダヤにおいて、再び独立を獲得した、ハスモンアサの末期の王、アレクサンドロス・ヤンナイオスの息子ヒルカノス・二世の、側近に、イドマや、エドムのギリシャ五読み出身のアンティパトロスという章がいた。 イドマヤは、ハスモンアサによって、ユダヤ教化させられた土地であり、ユダヤ人からは軽視されていた、と書かれている。ヘロデはこのアンティパトロスの息子である。父アンティパトロスは、ローマ軍の軍事行動を積極的に援助することで、ユリウスカイサルの信用を勝ち取ることに成功した。カイサルの暗殺後、父アンティパトロスは、ローマ東方へ勢力を拡大した。 ガイウスカッシウスロンギノスらのリベラトレズ、共和派、元老院派が和へ味方した。ヘロデは、ガリラヤ地方の知事として統治した。紀元前43年に、父がマリコスというユダヤ人に毒殺されると、即座に彼を捕らえて処刑した。ヘロデの先制的なやり方は、ユダヤ人最高法院の反感を招くものであった。紀元前42年のフィリッピの戦いでは、 リベラトレス側を支援したが、戦闘はリベラトレス側の敗退に終わり、ヘロデは三党政治側のマルクス・アントニウスへ基準した。ヘロデのチャンスは人生最大の危機によって訪れた。政教一致政権であるハスモンアサにおいて、大祭司でもあったヒルカノスのオアンティゴノスが、パルテアの援助を受けて、おじに反旗を翻したのある。エルサレムにいたヘロデの兄。位。 ファサイロスも捕らえられて殺害された。ヘロデは、ヒルカノスニセイの孫娘であるマリアムネイ世セイを、妻として、ハスモンアサとの関係を作っていたが、親ローマであったメミに危険が及び、ガリラヤから当時、クレオパトラの元にいたマルクス・アントニウスの援助を求めてアレクサンドリアへ逃れ、そこからローマに渡った。ヘロデは、ローマにおいて、元老院にアピール。 父の代から続くローマへの忠誠を評価されて、ローマの軍勢を対応され、エルサレムへ向かった。エルサレムは、ローマ軍の精鋭の前にあえなく陥落、エルサレム行為戦。紀元前37年、ヘロデはついにローマに従属することを約束して、ユダヤの文法をとなることができた、ヘロデ朝の成立。紀元前31年のアクティウムの開戦で、 アントニウス派に味方したがオクタヴィアヌス派に敗北を喫した。戦後、ヘロデはオクタヴィアヌスへ基準した。ヘロデは、ローマの指導層との友好関係こそが、自らの政権の唯一の基盤であることを、熟知していたのである。王位についたヘロデが徹底したことは、全政権発す者サの血を引く者をすべて抹殺する、ことであった。また自分に対して敵対的であった。 ユダヤ教の指導層最高法院の指導的な、レビ族の祭司たちを迷わず処刑している。これ以降最高法院の影響力は弱まり、宗教的な問題のみを裁くようになる。なお、ヘロデが、ハスモンガサを母系でデを引く二人の息子を処刑した、時期は、キリスト教の歴史認識において、新たな王、救世主の誕生を恐れた、ヘロデ大王が二歳以下の幼児を虐殺。 幼児虐殺せた時期に相当する。キリスト教の教典である新約聖書のマタイによる福音書にはイエスと両親がエジプトに避難したという記事がある。しかし、この点については否定的な裏付けしかなく歴史的事実とは認められない。ただし、ハスモンアサの血を引く者が根絶やしになったわけではない。ヘロデによって処刑された。 王子アリストブロス四世とヘロデの命の間の息子、すなわち、ヘロデの孫アグリッパ一世、紀元前10年期後44年があった。そしてその息子アグリッパ二世、紀元後27年頃100年もある。ヘロデの創尊アグリッパ二世は、第一次ユダヤ戦争の際、ローマ帝国と同盟してヘロデが造営した、エルサレム殿を破壊したことが知られている。ヘロデは、 都市計画において、業績を残した。人工公安都市、カイサリア、歴史に名を残す、大要塞マサラ、アウグストゥスの名前を冠した、新都市セバステ、サマリア、エルサレムのアントニア要塞、要塞都市、ヘロディオン、マカエロスなどはすべて、ヘロデの時代に作られた、計画都市である。それだけでなく、ヘレニズム君主として、パレスティナや小アジアのユダヤが住む多くの都市に、 多くの公共施設を提供している。この行為は、ギリシャ系住民の間で、ヘロデの名声を高めたが、ユダヤ系住民にはかえって反感を買うことになった。しかし、何と言っても、ヘロデの名を、普及のものとしたのは、第二神殿の改築、ヘロデ神殿、カイサリアの港、マサダ要塞、ヘロディウムなどの大建築であった。 特にヘロデ神殿はソロモンを超える規模で行ったエルサレム神殿の大改築であった。神殿はローマ帝国を含む当時の世界でも評判となり、このヘロデの時代にディアスポラのユダヤ人やヒユダヤ教までが神殿に参拝しようとエルサレムを盛んに訪れるようになった。ヘロデ大王の裁判年は後継者問題が彼の頭を悩ませた。また、エルサレム神殿に 金の和紙を据えようとしたため、ユダヤ教師同僧と対立することになった。紀元前4年、死去。ヘロデの死後、遺言に従って、息子のヘロデアルケラオス、ヘロデピリッポス及びヘロデアンティパスの3人の兄弟たちが後を継いだ。ユダヤ人たちは、ローマに死者を派遣して、ヘロデ朝の支配を廃してくれるよう要請したが、聞き入れられなかった。しかし、父、 ヘロデ同様に王を名乗ることをアルケラオスが申し出たが許されなかった。後にアルケラオスは失勢を重ねたため住民によってローマに訴えられ解任されてガリアへ追放された。その後のユダヤはローマ帝国の直轄領となった。他の兄弟たちも父のように王を名乗ることは許されなかったが文法領主としてユダヤの周辺地域を治めることを認められた。 ヘロデは、イドマや、エドム系という説が主流だが、異説としてヨセフスの、ユダヤ古代史テ14巻1章3説で、ヘロデに仕えていたダマスコのニコラウスは、バビロンから帰還したユダヤ指導者の一人が、ヘロデの先祖と書き残しているという旨の記述があり、また2世紀のキリスト教神学者である殉教者、ユスティノスは、ヘロデは、 アスカロン人として生まれたという発言をしていり、この見解の流れを組むユリウス・アフリカヌスの著作では、父のアンティパテル、アンティパトロスは、アスカロンが襲撃された際に、イドマヤ人に拉致され、イドマヤで育った人間。という説を挙げている。ただし、前者は他の資料と矛盾も多い上ヨセフス自身が、ニコラウスのヘロデへのお世辞としており、後者もアフリカヌスが、アンティパテルの生まれを、 貧しい出事と強調しているなど悪意と敵意が強いことからヘロデをよく思わなかった人の作り事の疑いが強いとエミール・シューラー指摘している。ヘロデの墓についてはエルサレム近郊のヘロディウムに人工的に作られた山に存在するとされてきたが確証は得られていなかった。しかし2007年5月7日にヘブライ大学の研究チームがヘロデの墓を発見したと報じられた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。